一の国と対をなすもう一つの世界、二の国。二の国の歴史は争いの歴史。弱き国は強き国に淘汰され消えていく。やがて力を持ったいくつかの大国が残り、それぞれが互いに睨み合う歪んだ時代が訪れた。これはそんな世界を変えた偉大なる王の物語である。クライン大統領、間もなく到着します、うん、あれは第一章、ゴロネールの動乱。準備完了しました。では始めるとしよう。この国の王である。お前は何者だ。
そんなことより、ここはどこだ？これはどうなってる？止まれ！待て！おい。なあ。何？なあ。何の音だ？こっちだ！状況は変わったんだ。狙いはお前だ。下がってろ。なあ。うわ。おい。そんな。おい。はっ。おい。準備で手薄になっているところを一気に攻める。実に大胆かつスマートな作戦でございます。しかし戦王ラウゼオはしぶとい男でしたな。少しずつ食事に盛る毒の量を増やしてみたものの、計画の実行にここまで遅れが生じるとは大した問題ではない。あくまでそれも想定の範囲内だ。ラウゼオの病死を疑う者もいない今、あの邪魔なエヴァンさえ抹殺してしまえば。はい、ボロネール王国の王権は完全に魔王族のものとなりましょう。
ついに我らの宿願が果たされる時が来たのだ。チュー！ご報告です、中大様。なんだと？取り逃がした。まあいい、プラン B に切り替えるまでだ。準備しておけ、黒騎士。なあ、よし。
いたぞ。ああ、ローラン。ありがとう。ああ、うん。ねえ、はい。え？いや。そんな。なあ。はい。ありがとう。では。ああ。Thank you.
あれは黒騎士です。いいですか。ねえ。うん。はい。え？ああ、はい。
でも、はい、いや、ええ、ああ、はい、エヴァン様。私が、ええ、距離を取るぞ。なあ、ええ、さあ、はい、ほう、
は私が。距離を取るぞ。準備はいいか。すぐに片付けます。